北京市範大学は、北京市新外郊外大外19校に本部を置く、中国の公立大学である。1902年に設置された、簡単やザ中国語、北京藩大学、ピンイン、ベイジング市販大学集。100年余りの歴史を持ち、重点大学、国家重点投資建設校に指定されている。副部級大学の一つとして、大学の略称は、北市大である。 複数の国家重点実験室も持っている。卒業生には、ノーベル賞受賞者2名。北京校は2004年の在校学生2万人余り、内本科生8300人、研究生8800人、長期留学生1500人、教職員3000人を有する。19学院と6系、14研究所を有する。北京大学、聖華大学、中国人民大学ともに、 北京主大大学と称される。キャンパスは北京に門外進化外の旧市を南高低岡大街の婦人大学校跡を北高と呼び、海をどく北太平省の新港籍と合わせ82万平方メートルの高地を占める。チベット大学を支援している。1902年京市大学同士班官として創立され、1912年北京高等。 師範学校と改唱、1923年正式に国立北京師範大学となった。1928年北京が北平と改消されたため、国立北平師範大学と改消し、1931年北平大学女子師範と合併した。1937年に中戦争勃発により、北平大学北洋工学院とともに、 先生省に疎開して、西北連合大学になった。1941年に、師範学院部分は、西北師範学院として、官縮省蘭州に移転した。1946年北平に復帰したが、西北師範学院もそのまま継続された。中華人民共和国成立後、1950年に、 現行の北京市範大学となり、1952年婦人大学と合併した。2012年以来、当期が学長に就任している。ありがとうございます。